自動車のワイパーワイパーとは、汚れや不純物を拭き取る機構である。自動車等の輸送機器に装備されるもの、住宅の窓ガラスや床を拭くもの、精密部品など工業製品用のものなどがあり、ウエスや紙製のものもある。毎年6月6日は、ワイパーの日である。輸送機器に装備されるワイパーは、降雨、降雪時及び湿った海、電源地などでの運行において、主に、 フロントガラスに付着した水、氷、海水や泥水などを払拭し、運行者の視界を確保する装置である。日本での法令用語は窓吹き機と称され、アメリカではウィンドシールドワイパー、イギリスではウィンドスクリーンワイパーと称される。プジョーが世界で初めて自動車にワイパーを装備している。安全上重要な装置でメアリー・アンダーソンの発明である。 類似の公案は従前から存在するも彼女の公案によるゴムブレードとバネ式アームを使用した装置は局面のガラスにも密着して効果的に払拭できることが画期的で1903年11月に特許が成立した。1920年の特許切れ以降大半の自動車に標準装備されている。 世界で初めて雨手機関知識完結オートワイパーを装備したのは1983年に発売された6代目日産セドリックである。電動機の連続回転運動をリンクにより往復回転運動に変換しガラス表面に長い峰を当てたゴムで一定領域を線上に払拭する。カウルトップ内に内蔵された電動機とリンク。 それらにより往復回転させられるピボット、カウルトップ外に露出したピボットの頭に緩合するアームとその先端に取り付けられたブレードで構成されている。ブレードは払拭ゴムをガラス局面に隙間なく追従させるため複雑なリンクをなしている。これら基本構造は発明されて以来100年以上ほとんど変わっていない。ウィンドウ,ウォッシャーと呼ばれる。 洗浄剤噴射装置も装備され、ワイパーと共に使用して付着した砂塵や、軽い水垢などの汚れ、軽度の霜などを溶かして除去することができる。レシプロエンジンを操縦席の前に装備する航空機には、フロントガラスに付着したオイル飛沫やグリースをガソリンで溶解洗浄するウィンドウォッシャーのみ備えるものもある。洗浄剤は一般的にはウォッシャー液と称され、 主にアルコール類と海面活性剤で構成される。不可価値的に撥水機能や開氷機能を持たせたものも存在する。業務用の自動車では水のみを補充する場合もあるが、気温によっては凍結したり、ウォッシャー液のタンクや配管、ウォッシャーノズル等の腐食や劣化を招く可能性がある。自動車用ワイパーの腐食ゴムフロントガラス等の腐食面に直接接触するのは、 ワイパーブレードに取り付けられたゴムで完全に水を拭き取るものではなく定期的な動作によりガラス面に付着した水滴を拭いながらガラス表面に薄く均一な水の膜を作り水滴による屈折を抑えて車内からの視界を確保している。払拭ゴムは消耗や経年劣化により払拭機能が低下するため定期的に交換する必要がある。 ブレード本体も度重なるガラス面との往復によりリンクがガタつき払拭機能が低下するのでアームから外して交換することができるようになっているワイパーのスポイラーフロントガラスのワイパーはボディの形状によっては高速走行時の気流がガラス面と払拭ゴムの間に入り込んでブレードが浮き上がり払拭能力が不十分になることがあるこの対策としてブレード またはアームにヘラ状のスポイラーを設け、気流を利用してブレードをガラス面に押し付ける作用を持たせたものもある。自動車のワイパーのスイッチ現代の電動化された自動車のワイパーはハンドル直近の位置に全ての機能を集中したスイッチを配し、運転中でも支障なく操作できるようになっているが、1980年代に生産された自動車の一部車種においては、 ダイヤル式の採用例も存在した。発明当初は電動ではなくフロントガラスあるいはその付近の車体を貫通したワイパーピボットに取っ手がついており車内から手動でワイパーを操作していた。形状ワイパーの形状は時代背景や技術の向上そして試験的要素も相まっていくつかの種類が見られる。装備箇所リアウィンドウワイパー版のリアウィンドウワイパー。 リアウィンドウワイパーはリアガラスに装備され運行者の後方視界を確保するワイパーである。ステーションワゴンやミニバン、軽自動車を除くにボックスハッチバック車に装備される場合が多い。これら車種は後部にトランクがなくリアウィンドウはリアエンドパネルから連続して上部にアリリアタイヤが巻き上げる汚れた水滴が付着しやすいことによる。現在ではあまり見られないが トヨタクラウンワゴンやマーク2版などリアワイパーが2本あるいは3本装備されるものもあるヘッドランプワイパー乗用車サーブ900のヘッドランプワイパー前消灯に装備されるワイパーである降雪時には特に効果が高く過去にボルボ、メルセデスベンツ、サーブ、日産、サファリなどに装備されていたがレンズがガラスから合成樹脂に主流が遷移するのに従い 不拭色がレンズ表面を痛めることから洗浄液の高圧噴射で付着物を取り除くヘッドランプウォッシャーに代替されていった。なお世界で初めて搭載されたボルボのヘッドランプワイパーは丸型ヘッドライト中央部を軸に回転するものであった。欧州諸国を中心に日本、韓国、オーストラリアなども加盟する国際連合欧州経済委員会による自動車。 基準調和世界フォーラムでは2000ルメン以上の高速を持つヘッドランプに洗浄装置の装備を義務付けている。ウィンターブレード乗用車のウィンターブレードワイパーシステムの構成部位であるブレードに降雪対策を施した特殊部品である。降雪の程度によってはブレードの複雑なリンク部が行き詰まりによる凍結で、 払拭ゴムを正しくガラス面に当てられなくなり、ワイパー機能を十分に発揮しなくなる。これを防ぐためリンク部全体が薄い合成ゴムで、袋状に被覆され雪付けしないようにされている。また払拭ゴムは、通常型の2倍程度に高さを持たせており、流動性のない雪を払い落としやすくされている。高速走行時において、構造上風抜けが悪いためフロントガラスでは、 モーターの負担が大きいことや、ブレードが長い場合は高さのある払拭ゴムの端が、風下へまくれやすくなる。このため、ウィンターブレードは、標準装備の通常型ブレードより1サイズ短いものを選択するのが一般的である。フロントガラス及びリアガラスの通常型ブレードを、環境に応じ適宜付け替えて使用する。ワイパーのゴムは、使用年月とともに劣化するので、1、 二年ごとにワイパーを取り替える必要があり、普通乗用車では自分でも変えられる。アメリカでは大型スーパーやハードウェアストアに ITW、b o s ュなどのワイパーブレードが低価格品、約5ドル、中程度品、約10ドル、高価格品、約20ドルが売っていて、取り付けも j f ッ c などで取り付けやすいものになっているので自分で取り替える人が多い。日本では ワイパーのゴムのみを取り替える人も多い。左右のワイパーの長さが違う場合があるので、要注意。日本の降雪地では、ワイパー本体が、積雪の歩行圧で歪まないよう、またゴムが凍結により、フロントガラスに張り付き損傷しないよう、冬場は、駐車時にワイパーを立てておく光景がよく見られる。これは雪質が重い日本独特の対策であるため、海外ではあまり見られない。 欧州車にはワイパーを立てられない車種も存在する。ありがとうございます。